ここで一句。広げよう阿南の町から竹文化。皆さんは県庁の会議室で高校生たちの発表が始まりました。高校生たちの徳島ならではの取り組みや研究活動を全国や世界に発信するスーパーオンリーワンハイスクール事業と、徳島の政治経済や外交の学びを支援する日本探究スクール事業の実施校が決まり、認定証が授与されました。どうぞしっかりと頑張ってください。ありがとうございます。今年度は阿南工業高校、池田高校、三好校、中高校の3校がスーパーオンリーワンハイスクール事業、小松島高校が日本探究スクール事業の実施校に認定され、生徒たちはこれからの活動内容などを発表しました。中高校は地域資源である森林を核に林業先進国ドイツとの交流を計画するなど、中高校初フォレストジャパンプロジェクトについて英語を交えて発表しました。選ばれた後からが、すごく大事だと思うので、これからもしっかりこのプロジェクトの目標に向かって頑張っていきたいなと思います。小松島高校は小松島市の歴史を学び、現代に受け継がれた伝統文化を学ぶことで地域貢献につなげようと考えています。これからは私たちが調べてきたことをまず小松島校の生徒に広げていって、でそこからさらに小松島全体へと広げて、地方創生に一歩一歩踏み出していけたらいいかなと思います。最後に特産の竹を活用したプロジェクトに取り組む阿南工業高校の生徒が決意を表明しました。知恵は地方にありを具体化する、徳島県ならではの取り組みや成果を全国や世界へ発信してまいります。全国はもとより世界に対して発信をしていく、徳島というものをできれば全世界に売り出していただく、そうした今回の事業になっていただければな。今からもうすでにワクワクドキドキね、大変楽しみにしています。徳島の未来を担う高校生たち、可能性は無限に広がっています。各校ならではの特色を生かした取り組みがどんな成果を生むのか、大いに期待したいですね。